ヨーブラザー、しらせゴールドチャンネルでは原神好きのあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただけましたらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。公開はさせません。ということで今日紹介するのは国勢のビルド紹介ですね、おすすめの運用ガイドも一緒に。で3項目、物理、雷、氷、炎と、さまざまなビルドが存在する国勢で、この現状の説明と、あとは元素チャージ効率に関してのご説明ですね。で、おすすめビルドは弱点克服型の7色編成っていうのが最後の項目になります。で、ここら辺をちょっと細かく分けて説明していきたいと思いますので、最後の方までご視聴よろしくお願いします。で、物理、国勢、地蔵目、剣都市の22、テンプ6なのでこの程度の火力ですけども、これ10まで上げればもうかなり強い、銃撃の国勢ができます。で、銃撃の倍率が非常に高いです。通常攻撃の倍率は低いんですけども、銃撃の倍率はもうピカイチで高い国勢を物理特化で運用したというもの。生物の物理ダメージを乗せていく。ただ、小さい雑魚処理は敵が吹っ飛ぶので厳しいと思います。はい、氷国勢ですね。氷に剣闘士に、行く脇超運を用いて、やる方法、運用ですね。生物も氷元素ダメージをつける。で、小さい雑魚処理は、凍るので相手が吹っ飛ばないんでスタミナ管理楽ですね。突っ込まないで。で、敵も大きい敵でも、例えば守衛とかも凍るのでダメージ食らいにくい。難点としてはボス系とか凍らない相手とかに対してはちょっと弱いのかなっていう印象。で、超運は氷付与フィールドはあるけども、国勢のスキル雷状態、要するにスキルで突っ込むやつの雷状態になるよりも、超運の方が優先されるので、この構成は崩れないですね。炎国勢ですね。で、暇状2と剣闘士2、ベネット6突にしなきゃいけないっていう条件付きですが、フィールド内の銃撃スタイル、炎銃撃スタイル、かなり強烈ですね。行く脇の元素爆発を組み合わせ、同時火力が非常に高いので、僕はおすすめしてますけど、さすがにベネット6突する人っていうのが少ないので、あれですけどね。ただ、過負荷もかけれるので、縦対策も非常に安心ですね。はい、で最後に雷国勢ですね、ライド2、剣闘士2か、あるいは雷打ち4、電気銃撃と、雷化の銃撃とスキル爆発で戦うスタイルですね。オーソドックスで雷打ち、4セットにもし厳選することができればかなり効果力、戦い方は非常にシンプルなんでね。で、スタミナ管理はやっぱ元素爆発を打った時に、スタミナ回復するっていう形になりますね。元素チャージ効率の重要性という形なんですけども、銃撃を主に使って戦うスタイルが多いですよね。今説明したところによると。なので、スタミナ管理中が結構肝だったりします。で、火力を落とさないようにやったりするのに、通常攻撃を多めにやって、攻撃、銃撃に回していくっていうスタイルがあるんですが、最初の方にも説明したんですけども、通常攻撃の倍率が非常に低いです。なので、通常攻撃はしないで銃撃を常に打っていきたい、あるいは倍率の高いスキルを打っていったり、元素爆発を打って、その間にスタミナ管理をしていきたいっていうのが、この国勢のキャラクターの本質なので、元素チャージ効率を例えば、もうほぼいらない、もう12秒で、しかも40で回るんだからいらないっていう考えとかだと、例えば味方に雷を2人入れて、チャージの効率を良くするとか、そういった対応の仕方になって、前向きな編成じゃなくなってしまう感じになります。なので、元素チャージ効率は非常に重要だというところだけは覚えておくといいと思います。はい、で弱点克服型の7色編成の、ビルド編成なんですけども、まずは、ビルドに関しては元素爆発をメインの構成にする、ビルドを使っていきます。で3元素可変型の編成、今画面に映ってる4キャラを使ってやるので、そこで初めて国勢が可変型のメインアタッカーとして活躍することになります。で、物理ダメージ推しは強豪がいるのでちょっと避けたい。それがこの例ですね。それを踏まえた上で、こちらの元素爆発メインビルドっていうやつが国勢の
で、会心率、会心ダメージのコントロール、これね、バンガン使ってますね。ちょっと会心率が高いです。で、旧貴族の4セットを使います。この理由としては、旧貴族4セット爆発撃った時に、まあ、もちろん 20% のダメージアップっていうのが見込めるんですけども、自身の元素爆発って連続でかかってくるんですよ。それに乗ってきます。なので自分の元素爆発も攻撃力 20% 乗った状態で戦えるのが国性ですね。で、生物の構成、こちらで攻撃、会心ダメにしてます。この理由としては今回、パーティー編成で炎版で行くなり、氷版で行くなり、敵に合わせて、まあ、巨大な敵モンスター、凍らないモンスターとか、逆に言えばちっちゃいやつは凍らせてスタミナ管理したいねっていうことであれば、そういった形の使い方をしたい。なので灰は攻撃力にして安定火力を出す。その代わり元素爆発は強烈にする。で、使う武器に関してはいろんなのあるんですけども、会心率をしっかりコントロールできるものに関して言えばこうやって使うと非常に強いと思います。で、メモとしては炎、ベネット、行く脇の元素爆発に合わせていくと、もう瞬間のその同時火力はむちゃくちゃ高いです。で、氷でやる場合は行く脇のスキルだけでも相手は凍るので、全然すだれ出すだけでも OK。 ただ爆発と混ぜて戦えるのであればかなり強い。で、どちらで行く場合も元素爆発が溜まったら即打ちしましょう。そうすることによってお互い相乗効果のダメージはどんどん重なっていくことになります。で、行く秋の元素爆発に国政の旧貴族4セットも乗ってくるので、やっぱり元素爆発は12秒に1回ガンガン回していく、メインアタッカー、これが非常に国政に合ってるんじゃないかな、すごく強いんじゃないかなっていうような形で思いました。で、ベネットと超運、これでトリプル妖怪も狙えるので、まあいろんな味変で楽しめるようなパーティー構成でもあります。火力ベネットにした場合とかでも超運行く秋とのペアの相性が非常にいいっていうことになりますね。で、プラスして言うのであれば4元素揃ってますんで、耐性がアップしてますんで、非常にタフなパーティー構成でもあります。はい、じゃあテストプレイ第12層ですね。で、前半の方でやっていきたいと思います。ベネット6とジャニーズ、そこだけご了承ください。で、元素バッカーといって超運のやつやって、で、このフィールド内で元素爆発を打ったりしてみる。で、避けて、ゆかきのコンボを打ってからフィールドをやって、で、これでしっかりね、敵をこう凍らせていくっていう。で、凍らせながら、で、もちろん元素爆発をどんどん打っていく。で、溜めていきたいんで、元素こういうのを打っていきながら、で、溜まっていったら、このフィールド内でいろいろ蒸発をかけていく。で、火力ベネットを使っていくのであれば、ここでベネットも、こう、戦いに参戦。もちろんこういうのを打ちながら。で、元素溜まったら、次は、次はこっちの、北西の方に連れていく。で、ベネットの元素爆発でこれを入れていきたいと。で、行く秋のすだれでこれで十分ダメージをこう当てていく。で、スキル溜まったら打っていく、ね、で、こういう感じ で入れていく。元素爆発で、で、超で、最後で、超運のスキルが溜まってる。で、国勢でかけていく。元素爆発を打っていく。ドーンっていう感じですね。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただきましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。